皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。スノーマンの向井康二が、19日放送のパンサーの向井里志と共に MC を務めるテレビ東京系、あなたの1週間、壁にしました。毎週木曜深夜1時、6週連続放送に出演。スノーマンメンバーの母親同士のグループ LINE の存在を明かした。写真。 スノーマン渡辺翔太、アンアン、セックス特集で史上最強の体披露。スノーマン母親同士のグループラインが話題ラインについてのトークが展開されると、ファン同士がグループラインを作っているのではと聞かれた向井康二は、スノーマンファン同士のグループラインは、あると思います、と予想。そして、そのグループラインに、何人もいるなら、 平和にグループ作ってほしいな、とお願いし、全員好きだから、とファンへの思いを告白。向井悟史から、いいアイドルだな、と褒められると、向井康二は再び、全員好きだからな、と強調した。その流れで向井康二は、うちのスノーマンのお母さんたちのグループラインがあるぐらいですからね、と母親同士のグループラインの存在を告白。 向井悟氏が驚いていると、向井康二は、こんな厄介なものはない、ときっぱり言い放つも、本当面白いんですよ、と語った。スノーマンメンバーの母親同士のグループラインが存在することが明らかとなり、ファンからは、お母さん同士もわちゃわちゃしてるのかな、最高のグループ、どんな会話してるんだろう。めちゃくちゃ気になる、初めて聞いたよ。 しかも厄介って言われてる、わら、など話題となっている。モデルプレス編集部、情報、テレビ東京。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。